今日はね、数年前に話題になった恐ろしい実験をテーマにしたホラーゲームをやっていきたいと思います。えー、インソムニズ エクスペリメントっていうゲームなんだけど、まあ日本語訳すると不眠症の実験、不眠症たちの実験っていう意味なんですね。皆さんこちらのお話を知ってるでしょうか ?1940 年頃、ロシアで行われたこのね、えー、実験、不眠症の実験なんですね。これちょっと数年前に話題になって、俺もその時に見たことがあるんですけども、まあ5人のね、えー、まあ犯罪者をね、えー、閉じ込めて実験を行ったと。 でこの実験をうまく成功したら犯罪をなかったことにしてあげようみたいなね本当に物語に出てくるような実験ですよ。その実験の内容が眠らずに入れる薬の開発ってことだよねだからまあ1940年なんで眠らず戦う兵士を作ろうとした。 みたいなことなんでしょうかね、えー。まあ15日間ぐらいですね。眠らない実験を行ったと。で、まあガスを散布したんだね。その密室に。で、食べ物とか、えー、まあ他には普通に暮らせる環境にはしといたんだけど、まあこの眠らない実験をやってガスをま、まあ、いたりとかしたんですけども、まあ3日ぐらいはね、全然大丈夫だったんですよ。しかし5日ぐらいでおかしくなってきて、まあ明らかに病気な症状になってきて、 出してくれみたいな感じで、まあ出すわけもなく、まあそういった状況が進んで、えー、どんどんおかしくなってきて、そして15日後にね、これはおかしいと実験を停止して、えー、まあ実験の科学者たちが入ったところ、えー、もう肌とかをすべてもう剥いて、肺とかがもう見えてる状態でもう えー、その人たちがね死んだりとかしていたと。で生きている2人を何とかしようとしたんですけども逆にガスをくれガスをくれみたいな感じに、えー、なってもうガスを止めて欲しがってたはずなのにガスをくれっつってなっててガスを求めて暴れたりとか、えー、そのまま死んでしまったりとかでその事件によってその科学者たちもなんかそういうので狂ってしまって死んでみたいなもう結局みんなね えー、死んでしまったり不幸になってしまったっていう恐ろしいロシアの実験なんですけども、まあそれが数年前に話題になって、まあ都市隣接なんですよね。おそらく嘘とされているんだけども、まあそういうのがすごく話題になったんですよ。まあ本当にあった実験ではどうやらあるっぽいんだけど、こんな物語みたいなことはなかったと。えー、そんなに長くないゲームなんでね、まあちょっとお話をさせてもらったんですけども、 えこのインソムニア、えー、不眠症ですね、えー、どんな恐ろしい物語なんでしょうか。日本語訳がないので、ちょっとダイレクト翻訳をしながらやっていきたいと思いますが、それ、それ、なんか前、昔動画で見たんだけど、わくわくしたもんね。ロシアの睡眠実験からインスピレーションを得たクリーピーパスタ。クリーピーパスタって都市伝説的なことの意味だね待ってね。 1940年後半、えー、トス、んロシアの研究者は実験用のガスベースをなんか使った。ああ間に合わなかったな。まあ、そんな感じのこと、が俺が説明したことが書かれていましたよ、と。で、これはドア俺はどっち側でしょうかねどっちも嫌だけどな。どっちも不幸になったからな。シェルフが3つあって。うん、閉じ込めろもう同じシェルフめっちゃ買ってんな。これあれなのかなその不眠症実験を、 行ってた科学者がここ開けてみせたみたいな感じかな、実験室っぽいな、骨とかが映、えー、ってますけども。まあ、結局、薬をくれみたいなのはなんだろうな、その薬物、よくある薬物の中毒みたいなね、欲しがっちゃうみたいなやつっぽいよね。そんな人間は寝ないとね、ダメになるというか、無理に決まってるからね。そんなことも。 わからないぐらいのあれだったのかなマットなサイエンティストたちだったのかもしれませんね眠すぎて死ぬってのは今のだかいにはされてないのかなまあ疲れすぎて死ぬとかあるけど眠すぎて死んだって聞かないもんな眠いなら寝るもんな死ぬ死んじゃう前に寝ちゃうしね怖いな何が今何が起きてんだろうこれが彼だ彼ださ 彼ら実験、ね、いえばモルモットにされてしまった人たちのスペースなのかな。で、どうなったんだってって、実験中止して開けたってことなのかな。まあ、赤ちゃんもね、眠すぎて泣くって言うからね、じゃあ寝ろよっていう話なんですけども、眠すぎて泣いちゃうっていうね。だから、ね、眠いっていうのは、本当にしんどいことだからね。同じような実験、うわ あなんだドクター<う>何そのガスを吸いますって書いてあるね。起きてる。彼の独白みたいなことかな。実験のレポートみたいなのがありますね。まあ、俺にはちょっとね、古いデカめのトースターにしか見えませんけどね。こういうのをなんか見ていくのかな。 い,やいいねねでもね実際そのねえー、まあ都市伝説誰かが作り出した都市伝説だったわけですけども面白いよねなんかそういうのあまた出てきそうだなちょっと構えながらちょっと行かせてもらうよあれ多分これがやっぱそうだよねなんか 5日<ん>後、被験者はお互いに被験者お互いに殺し合ったみたいなことが書かれてるのかな恐ろしいな。ちょっと後で翻訳とかを載せたいと思います。ちょっとあまりに早すぎて。 翻訳しきれないので。でも大体そんなことが書かれてるね。英語的には。このシェリフ好きね。<laughs> このシェリフ爆裂的に1940年代のロシア流行ってたのかな。ハンモックみたいなのがあって、ここが後々飽きそうだな。まあ襲われたりとかはないでしょ。多分大丈夫です。そういうゲームじゃないでしょ。追体験するみたいなことでしょ、これ。 うん、ないねこっちかでこっちのおえなんか崩れてるけどえ洞窟みたいなとこで閉じ込めてたの地下室みたいなところで閉じ込めてたのかなえ驚かせ要素と,とかないよねそういうゲームじゃないもんねきっとこの実験の生産さとかを学ぶゲームでしょうん 9日後、被験者の1人が声帯が壊れるまで叫び続けたって書いてあるな、うん、恐ろしいな叫び続けたらしいです、まあ、ちょっとずつおかしくなったってことだよなあまあ自傷行為じゃないけどもね本来ならしない行為を 続けるようになったと。もうそこでストップしろって思うけどね。まあ犯罪者っていうか政治犯みたいなことだったのかな多分。まあ国を裏切ったみたいなね。まあその、その国もおかしかったんでしょうけどもね。うん。好きだね、このドクロの写真。さて、ゆっくり行きましょうか。まあでもネットで流行った年でつつ、日本だとあんまこれ、 そうですけど海外で流行った都市伝説ね、まあ、バックルームズとかもそうだけどそういうなんかねネットで流行った都市伝説って確かに面白いんだよねそれをゲーム化するっていいと思うな大丈夫かここがもしかして彼らの部屋かぽいねそうっぽくない違うかな何か喋ってるんで喋ってる これは翻訳もしようがないね。わからないね。ペラペラペラペ、ラペラペラ動けたんだね。えらい喋ってる。ここから聞こえる。なんか、すごい怖いこととか深刻なこと言ってそうに見えて、実は、ね、しょうがないこと話してたりするのかな。日本人にはわからないことをいいことにさ。 昨日昨日爪がすごく伸びてて爪切ってたらさつってそれがさその爪が臭くてさつって食べちゃったよって <laughs> どうしようもない話してんのかな本当にどうしようもない話をああるね誰もいねえじゃんこっから流れてたのかなさて何,何を語ってくれるのかその3日後何があったのかわからない 被験者は声を出していなかった彼らが中にいることは知ってた。黙ってたんだな。酸素が大量に消費されていたという。ああ。だからもう、ばーって叫んだりとか、大暴れしているっていうのを聞いたその3日後に、何の声もなくなったと。で、 ああ死んでしまったのかなと思ったら多分酸素ゲージとかを見るそのカーフィッシとかが見れるスペースがあってその酸素ゲージが下がってなかったから生きているはずだとそこで実験を中止して中に入ったみたいなお話だと思うんですけどね多分今の合ってると思いますねどういう場所なんだここは地下室なのかなでかっ もう、デカメの金庫のやつじゃん。ルパンが回す金庫のやつ。こっちには行けないんだ。こんなん回せないだろう。一人じゃね。走ったりはできない。ここ、覗ぞ、あここ確かに実験で覗くような窓なのかもしれんな。ゆっくり行きましょう。いや、でもそれ数年前になんかね、都市伝説チャンネル的な動画でおす,すめらに、 でたまたま出てきて見たことはあったけどやっぱ面白いなと面白いけど怖いけど面白いなとはやっぱなったんでまあそれ作った人はすごいよなナースあナースの医師やマイクをテストするために部屋を開けると発表した、うん、内部の中の人たちが射殺されるどうした 私たちはいない。解放された。あ、あれなんかガスがおい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 どういうことだおいガスがおい、俺も狂っちまうぞ、これ主人公も狂っちゃうみたいな呪いなのかこういうとこからガスを出してたのかその、なんかね、眠くならない。まあ、覚醒ガスだよね。覚醒って意味ではもうそういうお薬ですよ。覚醒ガスだ。シーザーの飴玉だ。あえあっそっか。え 怖っえっなんか今走れるって言ってなかった <laughs> そういうのじゃないじゃんえ。そういうゲームじゃないって約束だよ。俺はそういうゲームのつもりで今日やってないのよ。10分ぐらいでね、終わるゲームって聞いててね。もう,もうなんか今日は逆にこう都市伝説を楽しもうみたいなね。しっとり楽しもうって思ってなす。 腹部臓器を切除された、医者は切ってたり試したりしていた、うん、彼らは人間ではなかった自分自身をリッピングしたり、あ自傷行為をしているんだ彼の靴は丸くなったなんか自ら皮膚を剥いだりとかしてたみたいなことが書かれているんだと僕は思います走れるようになったけど、別にそういうわけじゃないよ。 走れるようになったからって。ねえ、別に追いかけられるとは限らないよなんそういうのじゃないよなあ前かあ、なんか見える。<laughs> なんか見えるなぁ。いいね、なんか。ゾンビみたいな、ミイラ男みたいなの見えるけど、大丈夫なになになに あガラスが割られてる彼らの呪いかな俺が誰かは知らんけどそもそもの話俺も狂っちゃうじゃんこのガスっつったらどんだけパイプあんだよああでもこのパイプ回してガスをまあ流産してたのかなえ開けたくないあ隠れたのか大丈夫竹市場 なんか、何者かが近づいてくる音がえ何者かが近づいてきてますみなさんえっあれなんか俺が入ったとこと違うような何何何 可愛い声聞こえるけど。なドビーかハリー・ポッターは、学校に行てはいけないみたい,にい,いなに何何喋ってんのハリー・ポッターはいけないよ。なんだ,なだ悪魔みたいな声。めちゃくちゃファイル、うじじファイルがあるな。保つ。うわあなに 何何ああ、終わってるよね。サンキュー・フォー・プリングって書いてあるもんね。さらなる恐怖が存在する。さらな、これで終わりなのか。ええー、突然終わったな。突然終わりましたね。いや、でも。 まあちょっと翻訳をそこまでできなかったのでわからないですけどこういったね都市伝説があったよってことはねまあク,リッピークリッピーナッツだっけなんかまあネットのねまあ嘘情報っていうことなんだけど誰かが作った都市伝説ではあるんだけど まあねこういう土地に説があったって知らなかった人はなんか興味深かったんじゃないでしょうか俺もこれを初めて知った時はうわよくできてるなって思いましたけどね寝ない手術みたいなのもね、まあ、これでねその寝ないことで無敵の兵士みたいなね終わらない兵士軍団とかがね生まれるのもなんかそういったね編込みとかも確かにありそうだもんね本当に。 その漫画みたいなことが当時はね本当にそういう実験が行われていたんじゃないかっていうのはやっぱ面白いですよね。はいご視聴ありがとうございました。インソム,インソムニアズ・エクスペリメントでございました。 寝るということはとても俺幸せなことだと思うし、寝ないと人間余裕がなくなっちゃうわけですよね。だからまあそのね寝るという幸せを奪うってのは本当に恐ろしいことだからね。うん。